大須価格調査隊、万松寺通りにあります生鮮食品館佐野屋からお伝えしていきます。三輪さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お伝えするのはまずはこちら、卵です。先週と比べてこうなってます。また上がってますね。はい、そうですね。これはどうしてなんでしょう。ですね、はい、ニュースでもありますけども、豊橋の方で、鳥インフルエンザ、こちらの方の影響で、まあ、半径10キロぐらいですかね、そちらの方が出荷制限されてまして、その影響でちょっと高いふうになってますね。鳥インフルエンザといいますと、豊橋では11年前にもありましたよね。そうですね。その時と比べて影響の方はどうですか。ですね、今年はベースとなる相場をベースとする、左右する、ベースがもう若干餌代から配送代、パック代などが上がってますので、若干上げですよね。相場が自体が上がっている、もともとウクライナ情勢ですとか円安の影響で餌代、ね、配送代が上がっているところに鳥インフルエンザがあったと、いうことですもんね。どうでしょう、この先もまだ上がりますか。そうですね、少し上がり気味ではあるんですけども、このままの状態でいってくれるといいかなというところですよね。この高い卵、安く手に入れる方法は何かないですか。はい、スーパーにとっては卵は、特売頻度が高いものですから、週2回3回ぐらいありますので、そこをまあ目指していただければお買い得が得られるかなと思いますね。続いて鶏肉も見ていきましょう。先週と比べてこうなりました。鶏肉の方も上がっています。卵と同じ理由もあると思うんですが。そうですね、こちらの方は、豊橋のインフルエンザもありますけども、当店は九州の方から引っ張ってますので、そんなには影響はないですけどもね、ただ需要期に入っていて若干上げではありますね。やっぱりクリスマスちょっと上がるんですね。そうですね。ありがとうございました。大須価格調査隊でした。